はい皆さんこんにちは物販講師の黒沢です今回はビビらせるつもりはないんですけれども最近のアマゾンのもろもろの審査などが厳しくなってきた件について話をさせていただきます特に切磋にお聞きいただきたいんですけれどもアマゾンのセラーアカウントアメリカアマゾンの話ですアメリカアマゾンのセラーアカウント登録初回の出品登録そしてその最中に必ず発生する ブランド名を記入した後に出てくるエラーコード5665というブランドに関するエラーそしてそのエラーを解除するための手続き、申請並びに初回の納品手続きこれは必ず講師と行うようにしてください。 というお願生徒さんの画面を私が拝見しながら一緒にリアルタイムで作業を進めていくってやり方を私のコンサルティングでは取らさせていただいております。今までのコンサルティングだとビデオを見て勝手に進めてくださいぐらいのノリでできたところなんですが2017年 のアマゾン詐欺の影響を受けて2018年の1月以降そういった審査もろもろが日に日を追って厳しくなってきてますだからご自身一人きりで作業を進めるっていうのは結構リスクが高いことになってしまったんですねある意味私とすれば自分の腕の見せどころではあるんですけれどもどうしてもアカウント1回申請してももう初めから 落とすぐらいの感覚で向こうも審査をしてくるようなイメージなんです。昔の自動車教習所みたいなイメージ。なので、落とされたからといって凹む必要はないし、追加の資料を求められることっていうのを前提にセラー登録に臨んでいただきたいし、そのセラー登録でうまくいかなくなって、で、何度か資料を提出するようなことっていうのも正直あります。なので、そういった際に必ず諦めないでいただきたいんですね。 結構うまくセラーアカウントが登録できなかったタイミングで、式がものすごく下がってしまったりだとか、エラーコード5665が発生したタイミングでものすごく焦って、憔悴しきってしまったりだとか、焦燥感にガーっと飲み込まれてしまう方っていうのがいますが、そういったことっていうのも含めて、前向きに進んでいく必要があると感じております。 だからそれこそコンサルティングの意味っていうのが私が言うと至極手前味噌ですけれども日に日に高まってきているなっていうことを感じるんですよ。 昔は特にセラアカウント登録なんて、ツタヤの会員カードに登録するぐらい簡単に誰でもできたことなんですね。で、カテゴリー申請だって昔はそこら辺の薬局のレシートを提出するだけでビューティーパーソナルケアという比較的現在はカテゴリー申請が難しいような、まあ、医療だとか美容に関連するカテゴリーも審査取っちゃった時代もあるんですよ。ただそれは3、4年前ないし、4、5年前の話であって今は全然状況が違ってきます。なので、 まず私の生徒さんはスカイプの画面共有でリアルタイムに作業を進めますので今申し上げたセラーアカウント登録出品登録エラー565管理人さんが掃除終わりましたよっていう挨拶に来てくれました仲いいんですよね <laughs>、はい、というわけでわちょわちゃと話してしまいましたが今回はもろもろの作業っていうのが厳しくなってきてお一人で進めるっていうのは正直講師の立場 だからっていうよりは、本当に中立的に考えても、難しくなってきた昨今、Amazon のセラーアカウントを取得できたということ自体が、ものすごくプラスになるような時代になったんですね。変に自分でね、無理して進めないようにしていただければ、っていうことを話したくて、短い動画を撮らさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。